皆さんおはようございます。おはようございます。少し抵抗権が早いですけれども、ただいまより総務委員会を開会いたします。ただいまの出席員は7人で全員であります。本日の審査協議事項は12月8日の本会議において本委員会に付託された議案第11号、議案第14号および議案第21号のほか、お手元に配布の事項についてであります。それではこれより審査に入ります。議案第11号、橋本市自治基本条例策定委員会条例についてを議題といたします。本案について、当局より説明を求めます。政策企画室長。政策企画室長、もう座ったままでやってください。はい、おはようございます。おはようございます。橋本市自治基本条例、策定委員会条例の、審議ということなんですけども、これにこの審議に先立ちましてですね、委員長の方から、まず自治基本条例の目的とするところや、あるいはその必要性、それから市民から見たメリットデメリット等ですね、自治基本条例全体の概要についての説明を要請されましたので、お手元にですね、今日は、参考資料として、こういう冊子を付けさせていただいております。今日はこの参考資料をもとに、自治基本条例の、概要についてですね、ご説明をさせていただきたいと思います。それではですね、この表紙1枚めくっていただきたいんですけども、この右肩にですね、イメージ資料ということで、この資料は、他市の自治基本条例にかぶるパンフレットであり、あくまでも見本ということで、内容はあくまでも参考ということで、何らこの資料にですね、拘束を受けるものではないと。いうふうなことを申し上げておきます。それでは、さらに1枚めくっていただきたいと思います。まずここにですね、自治基本条例とはというようなことがございます。自治基本条例って何だろうということで、市における自治の基本となるルールを定めたものです。この自治基本条例には、自治の基本理念や市民の権利と責務、議会や議員、市長、職員の責務のほか、自治を推進するために必要な仕組みなどを定めていると、いうことなんですけれども、これは司法論ということなんですけれども、やはりこれからの、町づくりをですね、進めていく上でですね、市民と議会、行政のですね、情報共有、そして、市民参画、さらに、共同へとつなげていくということで、市民の皆様と共に目指す町の将来像の実現へとつなげていくことが、本来この条例の目的でございます。次に、どうして条例が必要なのかと、いうことなんですけども、地方分権の進展によって、国と地方は対等な関係となり、自分たちの町のことは自分たちで決めていくということが、求められるようになりました。また少子高齢化の進行により、市民と市が連携協力して町づくりを進めていくことが必要となりましたということで、まさしく、これと同じような状況ではあります。先日の一般質問並びには議案審議等におきましても、市長の方から、話がありましたけれども、平成26年に、いわゆる消滅可能性都市という、そういう話が出てきたんですけども、でその後町と地方の創生法ということで、いわゆる地方創生ということの中で、それぞれの自治体の人口ビジョンを作りなさいということで、橋本市についても人口ビジョンを策定しました。やはりこのですね、少子高齢化右肩下がりの時代で、かつ人口ビジョンプラス
その財政のいわゆる健全化が今非常に求められているということになってくるんですけども、そういう財政状況の悪い中で、しかもこの少子高齢化が進んでいく中で、いろんな課題がこれから先を見ても出てまいります。例えば、大規模災害などに伴うですね、いわゆるその危機管理の備えであったり、それから地域包括ケアシステムのことであったりですね、あと、教育同士の連携が始まって、子どもの貧困と居場所づくりの話もそうでありますし、あるいは教育コミュニティの問題であるとか、あるいはそのゴミの収集回数、あるいは総量の発生量の抑制の問題、公共施設等管理計画の推進の問題、空き家対策、いろいろですね、これ、現状もこれが先を見ても、課題というのが山積をしております。で、あり余る財源があれば、そういった課題について、相当が対応できるということなんですけども、そういう状況でもないし、で、仮に財源があったとしてもそれは持続的ではないという、そういうことになってこようと思います。そういったことの中で今まさにその市民と行政がですね、ベクトルの方向を合わせて課題解決のために取り組む時期に来ているということが言えると思います。そしてその条例というのは、策定がゴールということではなくて、やっぱりあくまでもスタートということなんで、やはり作ってから市民と議会、そして行政がその条例を育てていくという、そういうことで進めていくというふうに考えているところです。そしてちょっと資料のですね、3つ目なんですけども、条例ができるとどうなるのということなんですけども、市民、議会、市長、職員が目指す町の姿を共有することで、より一層自治を発展させることができると。自治を推進するために市民の権利を明記するとともに、この権利を保障するための制度などを市が整備することにより、市民の市政への参加や共存によるまちづくりが一層推進されるとしていますが、本市が今イメージしているこの条例ができたといいますか、この共同の形というのはどういうものかといいますと、まずはその情報を発信していく、その上で次にはやっぱり情報を共有していく、その情報を共有していく中で次にはやっぱり市民の参画を求めていく、で市民の参画が進んでくると、参画が進んでくるということは、例えばですね、地域の清掃であったりですね、パトロールであったり、あるいは美化運動であったり、子どもから高齢者の見守りであったり、そういったことが進んできますと、やはり地域コミュニティというのがさらに向上をしている、高まってくる、この地域コミュニティが高まることによって、先ほど申し上げた、いろんな課題というのが、解決につながるですね、可能性がやっぱり大いにあると、いうふうに考えております。それがこの条例制度についてもそれを促進させていく必要があると、いうふうな、に考えております。で次は2ページですね、下に番号振ってあるんですけども、2ページをご覧いただきたいと思います。ここには自治基本条例の考え方ということで、目指す町の姿、これは自治体で、それぞれなんですけども、この町の姿をですね、共同で実現していこうということで、基本理念というものを定めていく。で、多くの自治体はこの基本理念というところを、全文のところで、明示したりしておりますけども、これは各自治体によってさまざまということです。で、重要な取り組みをこの自治体の場合は、市民参加の推進、それから共同の推進、そして地域力の向上、これはコミュニティ力の向上ということなんですけども、これをこの下にあります情報の共有ということ、これをベースにこういう取り組みを進めていくという、
そういうようなイメージでございます。次に3ページをご覧ください。これが、市民と市の役割というところでございます。まあ、これ上と下に分かれます。上の方が市民で市が市となっています。で、ここで、まあ、市民という、まあ、定義の部分というのがちょっと左の方に書いてあるんですけども、まあ、市内で住む人、市内で働く人、学ぶ人、そして事業者、公益活動を行う者、納税者というふうにあります。まあ、まずこの自治基本条例を制定していく中での、まあ、一つのポイントというのがこの市民の定義というところになってまいります。まあ、広く非常に定義をしておりますので、まあ、昨日ですね、一番議員の質問にもあったかと思うんですけども、まあ、それによって、まあ、混乱を引き起こしているケースもあると、まあ、いうことがございます。まあ、これについては最近の条例、ある自治体の条例ではですね、そういったまあ反社会的な行為を行う団体というものをこの市民の定義から外しているような、まあ、そういうような部分もございます。まあ、これについてもいろいろ検討をしていく必要があります。そして、まあ、定義はそうなんですけども、まあ、市民の役割ということなんですけども、まあ、自治の主体ですね、市政の情報を知る権利と市政に参加する権利、これについては、まあ、市民の権利の部分です。それから丸の2つ目が、地域への自治を推進する活動への参加、これはどちらかというと、まあ、義務というふうになってきます。次に市政への参加、まあ、これは、まあ、両方とも取れるんですけども、まあ、権利というふうにも取れるのかなと。そして、まあ、コミュニティへの参加協力、まあ、これも言い方によっては義務というふうになるかもわかりません。でこういった、まあ、市民の役割というのがこういうこと で市としての役割、市には、まあ、議会と行政があるんですけども、まあ、議会としては まあ、議会基本条例の通りなんですけども、開かれた議会運であるとか条例の制定、行政運営の監視、政策の提言、それから議会運営に関する説明、議会情報の提供という、まあ、そういうところとしております。そして、まあ、行政の方は、市政情報の提供、それから市政運営に関する説明の部分、そして市民参加の体制の整備、それから市民活動の支援ということで、まあ、先ほど、まあ、市民の、まあ、義務、どちらかというと、まあ、義務を課している部分に対して行政も体制の整備であるとか活動の支援をしていくと、まあ、いうことが役割として、まあ、ここの主体を、まあ、定められています。次に4ページです。市民の役割ということで、何点かあります。まず1点目が、自治を推進する活動に取り組みましょうということで、まあ、これについては、市民は自治の主体ですから、ボランティア活動など自治を推進するための活動に、主体的に取り組みましょうと。ただしですね、このような活動の取り組みは他者から強制されるものではなく主体的に行われることを前提としています。ということで、ねばならないではなくて努めましょうという、まあ、そういうことになっています。で次に市政に参加しましょうということで、まあ、これについては、参加の例というところにあるんですけれども、審議会や、懇談会への参加ですね、それから、シンポジウムへの参加、市長の手紙、有意見の提出、そして、まあ、住民投票などと書いています。まあ、昨日も少し、まあ、住民投票にかかる部分の話が出たかなと思うんですけども、まあ、この基本条例を制定していく上での、まあ、論点の2つ目というのが、まあ、この基本、住民投票ですね、これの、まあ、論点というのが、あります。
まあ、ここにも、まあ、いろんな、まあ、タイプがありまして、まあ、おおむね2つに分かれるかなと思うんですけども、自治基本条例上では、まあ、常設型というものと、非常設型と言われるものがあります。いわゆる、まあ、非常設型というのは、個別設置型と、まあ、言われるものなんです。で、まあ簡単に言うならば、まあ、常設型というのは、いわゆるもう請求条件が揃えばもう即座に住民投票を行うというもので、非常設型というのは、まあ、要件が揃ってもですね、要件が揃った段階で、まあ、議案を議会の方へ上げていくということで、ここでは議会の議決を必要とするという、まあ、そういうことになりますので、まあ、すぐには住民投票が執行されるということにはなりません。まあ、こういうような次に、まあ、5ページのところです、地域力向上のためコミュニティ活動への参加協力に努めましょうということで、まあ、これも、例にあります通り地域清掃であるとか防災防犯パトロール花壇作り植栽などの緑化運動高齢者や、登下校時の子どもの見守り活動ということで、まあ、これも、まあ、自ら進んで活動してお互いに協力して地域力の向上を図るという、まあ、この部分というのが、まあ、一番大事なんですね。この私どもの条例の目的としている、まあ、一番大事なところになるのかなというふうに考えております。そして、その下に4番目として地域の課題解決のため共同に努めましょうということで、まあ、例としては市民相互の共同の例ということで自治会と市民活動団体との共同であるとか市民活動団体と事業者の共同ということです。ここで書いてある市民活動団体というのは住民協議会というここでは住民協議会という捉え方ではないと思うんですけども、まあ、今いろいろですね、公益活動をなされている方と、自治会とも連携をしていくことまあ、そういうことで、まあ、活動を、さらに促進をしていきましょうというところでございます。で次に、まあ、6ページ、です、C ですね、役割これは、まあ、議会と行政なんですけども、まず市民と市政情報を共有しますというところです。で、まあ、ここについては市民参加や共同によるまちづくりを進めていくためには市が抱えている課題やこれからの計画などの市政に関する情報を市民と市が共有することが大切です。今は、まあ、情報発信には努めていますけど、まあ、情報共有された状態かというとなかなかそこには、まあ、至っていないことが多いかなと。で、まあ、カフェミーティングなんかもする中でもですねなかなかその市政の情報というのが、まあ、伝わっていない部分が、まあ、見受けられます。まあ、逆にですね市民も、の方も、まあ、関心があることについては当然興味を示していただけるんですけども、まあ、関心のないことに関する、まあ、情報というのはあまり、まあ、深くは捉えていないという、まあ、そういう、まあ、状況もございますのでやはりそのいろいろ市民参画の機会を作ってそこで行政に興味を持ってもらうような取り組みを進めていかなければならない。だからそのためにはまあ、これはまあ次の6番なんですけども、市民参加の環境を整備するということで、まあ、政策に市民の声を反映するためにはその策定などの過程に市民が参加できることが大切ですというふうになっております。で、まあ、市民参加の例としてパブリックコメントあるいはまあ意見交換会アンケート政策提案審議会の公募委員などあるんですが、まあ、ここのところでやはり大事なのが、まあ、パブリックコメントというのはどうしても最後の方になってきくる例が多いんで、まあ、それよりもまずはやっぱり意見交換会というか、まあ、そういったところがですね、
大事になってくるかなと。それとあと広く市民の意見を組むという意味ではやっぱりアンケートというのはやっぱり大事になってきます。そして今進めているそのカフェミーティング政策提案なんかもそうですし、まあ審議会に候補委員を設けるという候補委員枠ですね、まあ、こういったところでその市民が参加しやすい環境を整えていく、まあ、こういうことが求められています。求められます。続いて、まあ、7ページになります。市民との共同に努めますということで、これも、まあ、新市長になってから、まあ、特にですね、いろいろ、まあ、イベント等ですね、かなり、まあ戦略的にですね、進めているんですけども、市民と市の共同事業をですね、まあ、進めていくということで、これはまあ市民というのは当然あの事業者も含むんですけども、まあ各種イベントの開催であるとか講習会の開催、あるいは、まあタウン情報を掲載した、ここにはまあ英字新聞の発行とか、これはまあ広くですね市民の定義を捉えた中でのことなんですけども、あるいはまあパソコン体験コーナーの運営ですね、それから子育て教育の開催などということで、まあ、あのいろんな、まあ、事業についてですね、市民共同で、まあ、やっていけるような機会を具体的に、まあ、促進していく。で8番が市民活動の支援に努めるということで、これは、まあ、市の方も平成25年1月に市民活動サポートセンターを設置して、今は、まあ、指定管理でですね運営しているんですけども、まあこの市も同じように市民活動サポートセンターへの支援というふうなことが書かれております。まあ、ここでは当然、まあ、情報発信から始まってボランティアの育成ですね、いろいろまあやっておるんですけども、まあここでは例えば中学、高校生、大学生を対象としたまあユースボランティアの開催、これはまあ社協の方でもですね、まあ、なされている部分もあるんですけども、まあ、そういった開催を。それからここは元気基金助成事業ということで、市民活動団体の行う先駆的で公益性のある事業に対して、まあ、補助金を保護しているという、まあ、そういうふうな、支援にも、まあ、進めていこうという、まあ、そういうところでございます。そして、最後の8ページにですね、これはまあ全体 まとめてあるんですけども、まあ、市民に分かりやすい姿勢を広め出すということで、説明責任、それから、応答責任、総合計画、行政評価、政策法務、財政運営という、まあご覧のような、ことを定義してですね、市民と情報を共有しながら、まあ、市政運営を行っていきますよということを、まあ、宣言をしているところです。以上そのが、まあ、条例の、まあ、簡単なイメージということになってまいります。市長様、中身についてはもし策定委員会条例が可決された後に策定委員会が決めることになるんで、まず、ね、その、まあ、大体の流れは分かったんで、じゃあ橋本市でもしなった場合に市民にはこんなメリットがあるよ、こんなデメリットがあるよという説明を求めたかったんですけれども、この中身はこれ今の話やったら橋本氏がこう進んでるよっていうのと勘違いされる方もいらっしゃるかと思うんで、もうちょっとその辺は控えて、端的にメリット、デメリットであったり、どこが作っていくものなんだというところを説明お願いします。はい、それではちょっと3ページを見ていただきたいんですけども、まあ、先ほどちょっと言わせてもらったんですけども、まあ、市民と、まあ、市というのがあるんですけども、いわゆる市民にとってのメリットっていうのは市政の情報を知る権利、それから市政に参加する権利ですね、まあ、そういったところが中心、まあ、それが、まあメリットですね。で、まあ、見方によっては、まあ、地域の自治を推進する活動への参加するということが、人によってはこれは何で俺参加せんといかんのやっていう、まあ、デメリットに感じるところを市民の方がおられるかもわかりません。まあ、直接的にはそういうようなところが、まあ、メリットとデメリットというところになると考えております。で、まあ、以上はですね、まあ、自治基本条例の、まあ、あらましといいますか、
概要というところが、そういうところになってまいります。そして、次にですね、そしたら今日の本題であります、橋本市自治基本条例策定委員会条例について、ご説明を申し上げます。議案書の、46ページにあります。まずは設置として第1条、本市における自治の基本原則を明らかにし、自治を担う主体の権利、責務等を明確にするとともに、市民参画や、市政運営に関する基本的な事項を定める自治基本条例の制定に向けて、これが、自治基本条例の目的になるんですけども、必要な事項を検討するため、策定委員会を設置するということとしております。そこでの委員会の所掌の事務としては、3つはあります。1つが、条例の策定に必要な調査及び研究に関することということで、イメージしておりますのは、調査及び研究というのは、先進自治体はすでに350自治体を超える自治体がございますので、そういったところの条例及びその条例制定後のですね、姿ということに関する、資料について、研究をするのと、あと、そのすでに制定した自治体の方へですね、直接行って、説明を受けたり、委員自身の目で、見ていただく、感じていただくと、いう機会を設けようと考えております。第2号、条例の素案の作成に関すること。あくまでも、この委員会においては、素案の、作成していただくというふうに考えております。第3号はその他ということで、目的の範囲の中でですね、必要なと認められるものについて協議をいただこうというふうに考えています。そして、組織につきましては、20名以内の委員をもって組織すると。次に委員は次に掲げるものから市長を外職しまたは任命するということで、第4号までございます。まず第1号が、学識経験を有するものということで、人数的なものも、あくまでも予定なんですけども、今現在、2名から3名を考えております。次に、第2号、関係機関及び団体の役職員というところです。これにつきましてはですね、市民共同というものが軸ではあるんですけども、福祉の関係する部門、それから教育、それから自治、それから事業者、そして公益的な活動をされている団体ですね、そしてあとは市の関係者も、あるいは行政委員会の方も入っていただこうというふうに考えております。大体8名から9名程度というふうに考えています。第3号が市民候補に選考されたものということです。これについては、議決されましたら、候補で1月候補でですね、応募をですね、求めるたいと考えております。で、大体人数については、6名から8名と予定しております。そして、任期につきましては、一応または任命の日から条例の制定の日までとするということで、制定が条例の制定が、終わりましたら、会食をするということになります。ですから、特に期間ということについて具体的な年月というのは書いておりません。とは第5条では委員長副委員長の項目で、第6条として、会議の規定をしております。
第7条に会議の公開ですね、委員会の会議は公開するものとする、ただし委員長が必要と認める場合は非公開とすることができるとありますけども、まあ、内容的に見てほとんど非公開とすることはまずないと考えております。で、まあ、意見の聴取ということで必要に応じて委員会以外のものを会議に出席をしていただいて、まあ、意見を聞くことができるというところを盛り込んでおります。で第9条に、まあ秘密保持というそういうことにも盛り込んでおります。そして、まあ、不足として、まあ、条例の執行ということで、第1条に掲げる自治基本条例の制定の日にその効力を失うというふうに出しております。以上が、策定委員会の条例の説明でございます。以上ご審議の方よろしくお願いいたします。はい、説明が終わりました。質疑を取りたいんですけれども、ちょっと内容が内容ですので、まず条例の中身ではなくて全体的なところで質疑いただきます。その後に条例の中身、文言であったりですとか、こういう項目が足らんのじゃないかということをお伺いして、で最後にまた改めて全体的な部分をお伺いしたいと思いますので、まず最初に、策定にかかる、まあ、総論的な部分、困難が足らないんじゃないかとかという部分で、質疑をお願いいたします。はい、杉本委員、はい、まずこの話はどこから出てきた話なのか教えてください。政策企画室長。政策局室長、この話はですね、先々日の一般質問でもお答えしましたけども、まあ、平成22年にですね、議会の方から自治基本条例の制定はしないのかという、まあ、話が出てまいりました。そして、まあ、26年度そして、まあ、27年度においてですね、策定に向けて具体的に取り組んでいくと、まあ、いうふうなことを言わせていただいております。まあ、合わせて、平木市長もやはり政治信条といいますか、政策の軸に、まあ、市民共同というのを置いて、これから、一緒になって、まあ、行政を進めていくと、まあ、いうふうなことも申しておりますので、議会それから、行政の両方であるというふうに思っております。よろしいですか。はい、他にありませんか。森下議員。はい、先ほどの質のお話もありますように、まあ、なぜ今策定に、向かって今なのかというのがあります。やはり市民の課題に対してもうこの自治基本条例というのがはっきりどのようなものかというのがわからない中で公募もかけていくということでありますので、なぜこの時期になったのかということを教えていただきたいと思います。まあ、政策局室長。政策局室長、この先々日ちょっとお話しさせていただいたんですけども、まあ、26年度の末時点におきましてはですね、まあ、平成27年度から、まあまあ、市民も巻き込んで、まあ、啓発の意味を込めて、そういう自治基本条例の策定の機運を探っていこうというふうには、まあ、考えておっておりました。で、まあまあ、その中でですね、やはり、まあ、我々も、まあ、条例を具体的に検討していく中で、そして、まあ、他の自治体のですね、いろんな、まあ、状況というのも、まあ、聞いており、いろいろ、まあ、聞きました。で、まあ、そんな中でですね、ある程度、まあ、条例の、形というのがある程度のアウトラインを決めた中で、その啓発を、啓発も合わせて、もちろん市民の皆さんの意見も聞くんですけども、まあ、そちらの方で進めていく方がかえって、まあ、混乱がないのではという、
まあ、そういうような気持ちがございました。まあ、実際、まあ、他の自治体においてもやはり3年4年かかって、この条例を策定している自治体もあるんですけども、で、まあ、条例策定にあたっては、まあ、最初100人ぐらい集まってですね、みんな有志集まっていろいろまあ条例の策定に向けていろんな意見を出し合って、まあ、非常にまあ大事なことなんですけども、から始まったんですけども、ただまあそれを進めていく中で当然まあ条例というのは最終的にこうスリムにこう削ぎ落とされると思うんですけども、やはりまあそういったことの中で、その最初はまあ自分のですね、市民の言った意見というのが反映されると思いながら、まあ、皆さん意見を言っていただけるんですけども、なかなかその条文の作成の中でどんどん削ぎ落とされていく中でですね、逆にですね、自分たちの言った意見がどこにあるんだ、どう反映されているんだということで、だん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 その人が減っていったっていう、でまあ最終的にはもう30人ぐらいになったとかっていう、まあ、そういうまあ例もございます。でやっぱりそれはだから最初積極的にやっていこうとしたことがかえって市民にとっては不満になった方もおられますんで、ですからまず最初に、ある程度のやっぱりアウトラインっていうのを示した中で、まあ、意見を求めていくべきであろうと。でアウトラインを作る過程においてはやはりある程度まあ開かれた中できちっとした中でそこの議論をしながら、アウトラインを示していくというふうなことになろうかと思いますんで、で、まあそういうことで、まあ、もう少しですから早く始めようと思っていたんですけども、まあ、結果的にまあ今になったということと、まあ、もう一つは、まあ、今まあ並行してといいますか、まあ、先行して総合計画条例、総合計画のまあ策定をやっております。実はまあ総合計画の策定においても実のアンケートの中にですね、いわゆるまあ自治基本条例に使うためのアンケートというのも、まあ内容的に盛り込んでおりまして、まあ、総合計画についてもこれからの町づくりのビジョンを示していくという、まあ、ある種その連携する部分もございますので、でまあ、合わせて一緒にまあ議論する場面も出てくるというふうなことを想定して今の機会とさせていただきました。他にありませんか。はい、長本委員。ちょっと今のまあ首長のお話ずっと聞いてましてね、確かに私個人も別にこの条例については別に反対はしませんけども、ただ焦りすぎんじゃないのかなっていうふうに、先ほども主張言ったように、ある自治体とはね、何年もかけて、3年から5年もかけてやってるの中で、やはり時間をかけて やっていかないことには、これ、まあいいことだから、やったらええわっていうだけです、問題じゃないと僕は思うんですよ。だからこれやっぱ時間をかけてね、じっくりとかけてやっていかないと、簡単にね、まあ言い方悪いですけども、簡単にまあいいことだからやるかっていうだけで、これできる条例じゃないと思うんで、ね、それも十分分かってほしいと思うし、そしてまあ細かい話はいろいろまあこの後からもまた話させてもらいますけども、やっぱ大きな問題、逆に市民のためのまあ条例と思いますけども、逆に言えばまあ言葉は悪いですけども、やっぱり市民が偉くなりすぎてっていう言葉とか別にして、そういう嫌いも僕多分にあるんじゃないのかと思うし、それだけにやっぱりじっくりと時間かけてやっていただきたいというのがまず一点、それはどうですか。はい、政策局室長、はい、まあじっくり時間を、かけて救っていくというのは非常に、まあ、大事なことやと思っております。で、まあ今もですね、非常にこの財政状況も厳しいというのは、これはもう事実ということでございますので、やっぱりその、ちょっと冒頭で言わせてもらったんですけども、なかなかその行政だけではですね、これからなかなかサービスというのを提供していけるようなそういう時代ではないということで、やっぱり、なるべく早くですね、やっぱり条例も作りながら市民共同というのを促進していくべきというふうに、まあ考える中で、
まあ、この時期に挙げさせていただいたと。で、まあ、まあ、条例の策定内容については、やっぱり大事なのは、まあ、内容のどう審議していくかっていう、まあ、そういう部分になると思いますんで、あのたくさんの自治体が先行して、いろんなことをやってきた事例もありますんで、まあ、そのあたりは、まあ、参考にしてですね、やっぱり焦点を絞って、まあ、考えていただくことは できるんかなと。やっぱり一から行きますと相当、まあ、時間もかかるんですけども、まあ、そういったところも工夫しながらですね、まあ、進めていきたいと考えております。中本委員。まあ、言わんとすることも、まあ、分かりますけども、ですから逆に私心配するのはね、もうこれ、まあ、仮に市民公務なり、また学生経験者なり、選考するなりで、どのようこれが一番大事な問題だと私自身は思ってますんでね、それは市民公務とか、学生経験者をどのようなせあの基準で、どのような選考方法をとってという考えはありますか。政策企画室長。政策企画室長。この委員、公委員さんに、まあ、求めていきたいのは、まあ、個人として自治基本条例に携わるという部分もあるんですけども、やはり市民の代表の一人としてここに携わってもらう意識のある方に入っていただきたいというふうに、まあ、思っております。ですから、またこの策定を進めていく中では、まあ、地区公民館などでいろんな、まあ、意見交換会も行うんですけども、そういったところには、まあ、当然、まあ、時間ウイルス範囲があるんですけども、市民委員さんも入ってもらって、で市民の方の意見を聞いてもらって、その意見をその委員会に反映していただくという、その個人の思いだけではなくて、そういったその市民の思いも、出していけるような、そういう方を、まあ、選定していきたいと思っております。で、まあ、方法については、まあ、その作文というか論文というか、論文というのは難しくなりますね、そういう、まあ、なんて言うんですかね、まあ、そういうものを挙げていただいて、その方の考えていることとか思っていることをですね、まあ、書いていただいた上で、まあ、選考をするんですけども、最初の段階でですね、やっぱりその個人の主張ばっかりされてしまうとですね、その個人さんの主張というのは必ずしも、まあ、合っているとは言えない部分もありますし、それもたくさんの委員がおられますんで、まあ、そうとはならないと思うんですけども、まあ、なるべくそういったところにはちょっと配慮しながら、まあ、ちょっと工夫をしていきたいと思ってます。中本委員。じゃあ私もね、今それが一番、まあ、気になってましたんですが、一応お聞きしたんですよ。ですから、まあ、まあ、この、まあ、この今日の会議ね、こんなそんな今日で決まる問題はありませんから、これから何回の会議していっていくことによって、まあ、決まっていくと思うんで、十分話し合いをしていって進めていただきたいということをお願いします。他に、坂本委員。はい、今の大体 の報告であるとか説明とか聞いていて、一番ちょっと疑問に思うところは、自治基本条例っていうのは、まあ、なんとか自治体 この基本的なルールとか住民の権利、まちづくりの方向性について規定したものだというふうに、まあ、思うんですけれども、一番この先ほど、目的の一番大事なところはコミュニティ参加への活動への参加っていうことを言われて、なんていうかな、まあ、その前には情報の発信共有っていうことも言われたんだけれども、そのなんていうんでしょうかね、その中でこの1年といいますか、アウトラインを作るために、まあ、カフェミーティングであるとかいろいろなことをしてきた上でのこの自治基本条例っていうお話だと思うんですけれども、やっぱり先ほども関心のあることには市民の方が怒られるけれども、関心のないことにはなかなかっていう、この情報の共有の難しさっていうことも言われてましたし、
その情報の発信にしても、例えば財政今厳しいって、もうこれはもうずっと言われてきてて、かなり市民の中にも、入っているとは思うけれども、でもそのなぜそうなったのか、どういうことから財政苦しいって言ってるのかっていう、その根本的なところのね、なんていうか理解の共有っていうか、そういうところまでにはいてないと思うんです。で、そういう中で、このただただコミュニティ活動への参加だけを求められても、市民にとってこの条例を作ることが本当にいいことなのかなっていう、今必要なのかなっていう、疑問がそもそもね湧いてくるんですけれども、その辺では、それとそのアウトラインを作って、この策定委員会を作ったとして、その中で議論されるとしても、結局はそのアウトラインに沿ったものを賛同してもらうための策定委員会になるんではないかなっていうふうに聞こえたんですけど、その辺はいかがでしょうか。市長、瀬崎が市長、まず1点目の、情報共有から始まるところの、お話なんですけども、何もその市民の方にそういう共同を押し付けようとしているわけではないんですけども、やっぱりこれからいろんな、先ほど申しましたけども、地域包括ケアシステムでにしてもそうなんですけども、この地域コミュニティを高めていかなければ解決できないような課題というのが、たくさんあるんです。で、そういう課題を解決していこうと思えば、やはりまずはその情報の共有、その共有という部分では議員はそうなった根拠のところまでは確かに、元のところの理解いただくのは難しい部分はあるんですけども、例えば財政であればですね、なんですけどやはりその情報を共有するという、今のカフェミーティングでもまた来年からも取り組もうとしているんですけども、そこのところが一番大事で、で次には、その情報を聞いて、で参画してもらって、で参画から共同に移るというこのステップというのを踏んでいく必要がある。それが一番大事なところというふうに、申し上げました。で、もう一つがアウトラインと言わせていただいたんですけども、まず策定委員会にはですね、フリーな何もない状況でこの条例というのを審議していただこうとは思ってないです。で、参考となるといいますか、その条例の、草案を作るための、条例の原文といいますか、そういったものを、示していかなければなかなか議論になりませんので、それについては示していこうと思ってますけども、それで行政が押し切ろうなんてことは全く考えておりませんので、それであれば委員会を開く意味もございませんので、それは全く考えておりません。土井委員。ちょっと今までのお話を聞いていてですね、私も一般質問で取り上げて、いろいろ話も聞かせていただいた中で思ったのは、この条例がまず先にできないと、その市長がおっしゃっていた市民参画であるとかコミュニティのその形成とか、それからその行政だけではなかなか財政難を乗り切れなくて、市民の力を使わせていただかないといけない時代が来たからっていうのはずっとご答弁だったんですけど、条例ができないとそういうことは解決しないですか。ずっと話を聞いてると、条例が
条例を作ることだけをなんか目的とされているように大変感じてしまいまして、条例ができなくてもその市民参画であるとか、コミュニティの形成っていうのはやっていけると思うんですけれども、その辺のところはいかがなんでしょう。政策企画室長。政策企画室長。はい、それはおっしゃる通り、条例がなくても、まあ、共同というのを進めることができるというふうに考えております。ただまあであるならばなぜ基本条例っているんだという、まあ、そういうことに今度はなってくるんですけども、ただその中で冒頭も申し上げた通り、この条例のまあ趣旨というかそれぞれのまあ役割を規定して、そしてまあ共同というものも規定して、これをその継続的にですね進めていった中で、最終的にその町の姿であるとか、そういうにですね、みんなが、その町の姿に近づこうとする、これが共同でですね、そういう部分についてこの条例の意味は、大きいと思っております。土井委員。はい、私もこの条例の意味は大変大きいものというふうには認識しております。一般質問でも言わせていただきましたが、条例を作ること自体は大賛成なんですが、まあ、いろんな自治体の事例を見ておりましても、これこそその市民参画に対する基本的な条例だと思うんで、市民を抜きには作れないということで、他の自治体ではできるだけたくさんの市民を巻き込みながら作っていったという経緯がございます。で、まず作る条例を作ることを目的として作っていってもなかなかご理解はいただけないし、条例がまずできたとしても市民のその意識の醸成っていうのはできつつあるかもしれないけれども、熟成はしていない中で作っても作っただけで終わってしまっているような自治体もありますし、その辺を私は懸念をしています。ですので一般質問の中で言わせて答弁いただきましたけども、そのワークショップとかでずっと取り組んでいらっしゃるんですが、そのワークショップがすなわちそれが市民の方々が自治基本条例っていうのにつながっている意識があるのかどうかっていうことに対してはまだまだなっていないっていうお答えがあったかなと思うんですけど、その中で1月の広報にもしその自治基本条例を作るための公募委員を公募しますって言ったところで、一体市民のどなたがどうやって手を挙げていただけるのかなっていうのはすごい不安があると思うんですね。で、まあまあ中身のことは まだもうちょっと後でまた言わせていただくことになると思うんですけども、まだまだその自治基本条例とは何ぞやっていうところから市民の方々と話し合いを重ねた中で、やはり市民参画、市民の力で町づくりをしていこうという基本的なルールが必要だねっていう市民の総意があった後に作っていくっていう方向を出していただくことが一番すんなりいくのではないかなっていうふうに考えてるんで、その辺のところはこう私たちも慎重にならざるを得ないと思うんですね。これで議決をして条例を作る策定委員会のゴーサインを出すということは、議会自身が市民の方々がそれを理解しているというふうに判断したっていうふうになってしまいますし、委員の方に自分たちの今後の町づくりの基本となる条文を作成する委託をするわけですから、委員会条例を策定して委員を選んでいただくということはすごい慎重にならざるを得ないので、大変私たちも頭を痛めているところなんですが、条例がまずできなくても市民の
その活動の熟成はできるっていうことですから、そのどうしてもこの今の時期にこれを出されているっていうことは、何か29年の末にはこの条例は策定しなあかんのやっていうような意図が見えるような気がするんですけども、その辺の意図はないんですか、何も。はい、室長。末崎雄室長。はい、一般質問の、ご答弁で申し上げましたけども、で、まあ、先ほどから、まあ、議長の答弁で申し上げましたけど、やっぱりプロセスというのが大事な中で、まあ、その策定委員会には、まあ、8回から10回程度は、まあ、議論していく、それぞれの段階でですね、まあ、そういうふうに、まあ、思っているおります。ですからあくまでも予定としては、平成29年度中に素案を作成していただくということを予定しているというふうなことを言わせてもらいました。で、この条例の中でも特に私ども期限を切っているわけでもございません。だからそのやはりはその必要な、まあ、議論というのは抜かしていくわけにいきませんので、で、まあ、その中で、まあ、あくまでも、まあ、予定としては、ですね、29年の末の素案というのを、まあ、目標にですね、8回から10回の、まあ、議論をしていただいて、まあ、上げていただこうと、まあ、いうふうに、まあ、考えております。どうしたの、市民にちゃんと伝わってないかとかって、そこらも通るのかな。はい、どういう意味。だからそのこの条例を作るっていうことが市民の人がご理解いただいてるのかっていうこと、そこですよね。公募をかけたとしても自治基本条例って一体何なのっていうのが方が、まあまあ議会もまだね、議員自身の勉強不足も私たちもありますし、議員自身がその市民の代表である議員の私たちがまだまだその何て言うんですか、条文とか、そのこの中には住民協議会とか住民投票とかも入ってくるので、そういうところの勉強不足もまだまだある中で、果たして市民の方に公募委員になってくださいっていうふうにレポート提出を求めたところで、どのぐらいの方がこの自治基本条例のことについてご存知の方がいらっしゃるのかなっていう、その辺の不安があるわけですけども、市長としてはいやいや、皆さんもう自治ワークショップやってるから自治基本条例のことはご存知なんですよっていう、そういう見解なんですか。政策局室長。まあ、そういうカフェミーティングとか、うん、だけでですね、それが直接自治基本条例に直接的につながっている いるので、このいわゆる、まあ、委員の公募が、まあ、できるというか集まってくるというふうには思ってないんですけども、まあ、この委員会の条例が、まあ、議決されましたらですね、まあ、来年の1月にはですね、いわゆる、まあ、啓発フォーラムのようなものも、まあ、開くことを予定しておりますし、まあ、そういった中でもなるべく、いろんなところでですね、その啓発フォーラムへの参加と、まあ、委員の募集についても、まあ、促していけるんかな、まあ、いうふうには、まあ、思っております。はい、ご委員。1月にそのフォーラムをされるっていういうことですけれども、なかなかその今までワークショップをやっていたり、それから年1回のまちづくり講座をやっていらっしゃいましたけれども、参加人数だいぶ少ないですよね。それから、まあ、私は問いませんでしたけれども、同じ人が何回も同じ会に出席してらっしゃる方も、重複してやっぱり出席していらっしゃる方もいらっしゃいますし、それをまあ省くと、報告されていた人数よりも
もっと少ない人数の方しか参加されていないと思うんです。カフェミーティングなんかに関しては、まあ、私も何回か行かせてもらいましたけども、人集めが大変やったっていうことも聞いてますし、職員が直接その知り合いに声をかけて集めたりした部分もありますし、職員さんの身内とか職員さんも参加してる部分もあってのあの人数なんで、周知していきますって言われても、今政策企画室長の政策企画室の中の少ない人数の中でどうやって広くこの重要な案件を市民に知らせていけるのか。本来ならば本当に100人どころじゃなくって、もっと何百人もの人が本来は集まっていただきたいっていうことだと思うんですけども、そんなん到底1回やっただけで調整なんかできませんよね。その辺のところをなんかすごく広報しました、情報発信しました、ホームページ載せました、だから人は来ますっていうような、そういう部分ではないと思うんですよね。だからその辺がちょっともうちょっときっちりとしたね、一回だけやるっていうんじゃフォーラムも なくて、本当にこう 全市を回るとかね、そういうことをやった後でこれをやっていただけるんだったら納得ができるんですけどもね。ただ一回だけ市民会館でフォーラムしました、だから皆さんご存知でしょう、じゃあ公募委員になってくださいよって、そういうもんでもないと思うんですよ。だからその辺をもうちょっときっちりとご説明していただかないと、私たちもまあ、賛成はしたいんだけれども、賛成をどう本当にいてしていいものかどうかなっていうのはすごい悩むところなんで、一回だけします、一回だけしますって言ってますけど、一回でどのぐらいの人が集まるというふうに考えてるんですか。企画室長、政策企画室長、まあ、1回で、まあ、どれくらいの人が集まるということは、まあ、なんとも言えんところですけども、まあ、集めたい人数は、まあ、50人前後は集めたいというふうには考えています。中本委員。企画室長、僕らはね、先ほども言っているように、やっぱりこの条例をね、いかに市民の方がね分かってもらってるかということを、まずそれ自体だけですよ。ですからね、まあもう知ってると思いますけども、各他の自治体ではね、何百か中市民説明ですかね、やっておるんですよ。それをまずね、まずそれをやってから出なければ、私も一番初めに冒頭言いましたけども、決してこの条例については反対してません。今この土井議員も言ったように、賛成したいけども、今この答弁ではね、とてもじゃないけど、そうですかというわけにはいかないということですから、やはり市民説明十分にねやっていただきたいということを、まずそれをお願いしたいけど、その辺どうですか。はい、政策企画室長。企画室長、はい、今、おっしゃっていただいたことっていうのは本当にまあ大事なことだと思いますんで、まあ、そして、まあ、啓発とか、まあ、周知なんていうのも、まあ、非常に、まあ、大事なことですので、まあ、その状況も見た上で、その市民の皆様から公募するという、まあ、そういう方法もできるのかなというふうに思いますので、まあ、こうやって、まあ、いろいろご意見をいただいたところでございますので、まあ、公募するにあたってはですね、もう少し、まあ、とにかくたくさんの人に、分かってもらうという、まあ、努力をしていきたいというふうに、まあ、思います。はい、杉本委員。今のなんですけれども、実は厚木市の事例なんですけれども、厚木市は平成20年の8月に公募市民35人でまず制定を考える市民会議でもやって、その1年後に今のような策定委員会というのを2年間やってます。で、
で、なおかつそれで完成した形での、まあ、条例というのをやってますんで、方法はいろいろ考えれば、もうすでに1年間ワークショップでされているんであれば、次この策定委員会に持っていくんかなと、順番で言えばそうかなとも思うんですけれども、ただですね、他にあるところでやったやり方としてね、ランダムに住民にですね、郵便で1000人に対して、公募という形でランダムに出してですね、集めるっていう方法もあるんで、ただただ今までと同じようなやり方でやったかって、市民の浸透具合がですね、いろいろあると思うんで、やり方を変えてみてやってみたらいかがなんですかなと思うんですけれども、で、私のね、質問は、ごめんなさい、これ私、質問じゃないです、私の質問は、先ほどね、市長の他の自治体の話を聞いていると3、4年かかっているのもあるしとかですね、まあ、他の自治体とかたくさんの自治体という言葉があって、私和歌山県市町村30ある中でどこやっているのかなと思って見たんですが、平成26年のデータではどこもやってないんですよね。で、たくさんの自治体でやっているっていうのは一体どこの自治体のことを言ってるのかなっていうふうな気がしましたので、ご説明ください。政策企画室長。ですね、手元に資料あるんですけども、私も手塩で、全部で352の自治体が、策定されています。もともと北海道の方が、からの方からも始まった部分っていうのが多いんですけども、どうしましょう。最近のところを言わせてもらいましょうかね。すいません。最近って言ったらですね、今年になったら4自治体だと思うんですよ。知ってるんですけど。いや、要するにね、ブームは去ったんですよ。もうすでに、19年から、24年ぐらいまでの6年間で、30自治体ぐらい以上がですね、全部やってて、あとはまた落ちてきてるわけです。今352ぐらいになってるんですけれども、今年本来は6自治体ぐらいかもしれませんけれども、もうブームは去ってる中でですね、これをどうしてもっていうのが今になってですね、なんでかなっていうのが不思議なんで教えてくださいっていうか、はい、企画室長、政策企画室長、ブームということは、ちょっとどうなるかなと思うんですけども、私の資料ではですね、平成24年も25、20、26、27、そんなに減ってないのかなというふうに思っております。今年度はちょっと分かりませんけども、それと先ほどと同じようなご説明になるんですけども、やはりその人口減少、それから財政困難という、こんな状況であるからこそこれを進めていきたいという、そういう考え方でおります。で、ちょっと前段の話ありました通り、いろいろ意見をいただきましたので、スケジュール等についてはですね、ちょっと見直しつつですね、まずは啓発にも力を入れていくと、いうふうに思っております。次、一回上に行ってからもう一回中身やってからもう一回それをやりますが、じゃあ、その前に休憩取ります。50分まで休憩します。で、この後条例の中身手に文言であってとかいきます。